相当ねでしょ。そうですね。どうしたんですか。すごいです。はい、はい、そうです。そうだね、最高。ド派手な手作りのカーリング帽子に、そうだね。LS 北見の凱旋パレードの日を迎えた地元北海道北見市。パレードが行われる JR 北見駅前の商店街には朝早くからおよそ1万2000人が集まり、ぎゅうぎゅう詰めに。何時ぐらい来ましたか。8時ぐらいで、8時ぐらい。 LS 北見のみんなが、ニコニコでいるような方を見たいです。そして午後0時半、いよいよ選手たちが会場へ。みんな、よっしゃ、ユニタです。メンバー全員見えるんですが、一人ずつの登場ですね。最初に登場した吉田夕梨花選手が、あまりの人の多さに思わず振り返って笑ってしまうほどの熱気。その目の前で始まった凱旋パレード。スクラムパレードがスタートしますよ。トラックの荷台を利用した特製パレードカーが北見駅前のおよそ600メートルのコースを30分かけて回ります。ありがとうございます。ハッサン、ありがとう。ありがとうございました。最初の交差点で選手を今か今かと待ち構えていたのが、これでもぐもぐタイムしようと思って。手作りのカーリング帽子に大きく「そだねー」と書いたド派手なマダム。そこへ選手たちを乗せた車が。そうだねー、最高。なんと吉田姉妹が気づいたようです。見ていただいて嬉しいです。どうでした、選手たちの表情。身近に見れて本当に感動しました。せーの、もぐもぐ。あ、ありがとうございます。本当に皆さん一人一人にお礼を言いたくてメダル見せてあげたいんですけど、すいません、こんなにたくさんいるとすごい時間がかかっちゃうので、すいません、こういった形でお礼を言わせていただいて本当にありがとうございます。皆さん本当に応援ありがとうございました。そして再開されたパレードは目抜き通りの直線コースへ。メダル獲得報告会へ。メンバー5人に市民特別栄誉賞が贈られました。こんなに人集まるのかなってすごく不安だったんですけど、今日とてもほっとしたのと、すごく皆さん集まってくれて嬉しかったです。すいません、泣くつもりじゃなかった、すいません。
日本のカーリング界全体を応援どうぞよろしくお願いいたします。本当に今日はありがとうございました。